はい、こんにちは。今日はですね、久しぶりにトラックの、荷台からですね、お届けできますので、ちょっとね、だいぶ時間は空いたんですけど、トラキンの、トラックの荷台に乗って、筋トレをやるシリーズですね、第4弾。きっとですね、大好評、大好評になるであろう、大好評になってほしいって思ってですね、やってます。で、今日ですね、もう前回もやったちょっと雑巾がけ、まあトラックの荷台をですね、やっぱきれいに、するってことで、雑巾がけをするっていうのはすごくいい筋トレにもなるかなと思いまして、雑巾がけ、プラス、ジャングルポケットのね、太田さんがこう、背中で飛んでる逆の動きっていうのを勝手にね、逆太田と名前つけてやってるんですけど、いつもはね、こうそのただ飛ぶだけ、そして飛びながら、ちょっとね、角度を変えるってことしかやってないんですけど、ちょっとね、新しいことを、チャレンジしてみたいなと思って考えてます。で僕もですね、多分、まあ、胃の中の蛙なので、本当に知らないことだらけなんですけど、ひょっとしたらですね、今日ちょっとチャレンジしてみることは、やってる人はいないのかな？いや、いるかもしれないんですけど、ちょっと、それはやってないんじゃないっていうことに、ちょっと取り組んでみたいと思いますので、もしちょっと動画見られて、まあ、くすっと笑うなり、それはちょっとやってないぞと思う方がおられたら、まあ、ぜひ高評価なりですね、こう押してもらったら嬉しいかなと思いますので、ちょっとチャレンジしてみますので、今日の動画よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。ブンブン。前回使った時もありますので、やっていきます。
とね、どこ磨いてもやっぱ汚れは汚れてますね。でも毎回ね、雑巾掛けやっていこうと思います。やっぱトラックの荷台がね、ちょっとでも綺麗になればそれはいいことですし、やっぱね、雑巾掛けしたらそこそこ体も疲れますので、ちょっとこれ一旦置きまして、よいしょ、こんな感じで、そしたらね、ちょっと今日、筋トレというよりも、ですね、ある意味アトラクションもしくはスタント的な要素になるかもしれないですけど、緩衝材をねちょっと並べまして、こっちの高いところからですね、逆を、まあ、こうぴょんぴょん飛ぶことはできないんですけど、こっちの低いところに、表現としてはこう飛ぶ。でも、僕の予想は落下。落下するんですけど、この際にしっかり、足首を手で持ってますので、この、これを離さなければ、一つ成功。途中で、芋を引いて、外してしまえば、まあ失敗。ということで、ちょっとね、横と縦どっちのアングルがいいかなと思ったんですけど、まず最初はこっちのアングルで、やってみたいなと思いますので、まあ落下する姿、ちょっと見ててください。言いました。あのね、多分ね、話してはなかったはずなんですけど、表現の仕方が分かんないですね。とりあえずちょっともう一回いきますね。これが現状のようです。ギリギリまで行きたいんですけど、もう負けちゃうんでしょうね。ゴロッと行っちゃうんですけど、もう一回だけ行きたいと思います。初めからここにいれば、何事も挑戦が必要のようです。引き続き、チャレンジしたいと思いますので、
ちょっとでも笑った方、おられましたら、よろしくお願いします。じゃあ今日これで終わります。